はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていこうと思います。ビルド編ということで、前回まで新幹線やこの駅と空港を結ぶ鉄道を作ってバスをフィーダー系統に切り替えたりしましたが、今回はこの対岸のこの都市ですね。一応はターミナル駅はあるんですが、線路が、整備されてないということで、まあ駅はあるけれどもここで折り返すんで、結局この引き上げ線を取り結局引き上げ線の取り合いになってしまうという問題を解決すべく、線路をとりあえず今回はダイヤは組まずに線路をまず延長しておきましょうということで、ここに置いてで、ここを置くとともに、ここですね、見てください。なんか本を置けるような感じしませんか。ということで、駅を作ってですね、こちらの線、環状線を、走らせておきたいと思います。まあ最もここに3本線があるから、それをしばらくは使えばいいんじゃないのとはなりますが、この辺はどうするかな、ちょっと考え中。とりあえずここですね、隣の駅を作って、延長を行います。このターミナル駅は混むのを防ぎますからね。まあ、まあ先送りにしたっていう話しかないと言えばそうなんですけどね。こっちもあるんだ。一応こっちも
駅な操車場があって折り返しはできるんですよね。まだ使ってないけど。あと、まあ、超高層ビルを今作ってますが、ちょっと時間はかかりそうな感じですね。ひとまずこれができればちょっと収入も上がって、駅の需要も上がるんじゃないかなと思います。でそれとともにここですね、これリニアの駅なんですが、リニアの駅とを結ぶ環状線を作っていきたいと思います。環状線はね、でも結局大環状線と南北の小環状線を小環状線を南北に一つずつ作って、大環状線と接続するか、まあ、大環状線を複々線にし環状線を複々して複々線にして大環状線と小環状線をつなげるかというのをやってみたいと思います。あ、これ踏切ができてる。車が必ずしも止まるわけじゃないんですね、線路を引いたとしても、はい。今回もツイッチで配信を行ってます。ツイッチ、ライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー&ライブウォッチ&チャットコメントプリーズ。この動画は2日後7月7日七夕の日ですね、21時に YouTube でアーカイブ公開として公開いたします。その YouTube のアーカイブの公開するチャンネル、Twitch のチャットに記載してます。ぜひアクセスいただきまして、チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブ YouTube アップ 2 days after チャンネル YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch も、Twitter もございます。こちらも Twitch のチャット欄にアドレス記載します。アクセスの上ぜひフォローお願いいたします。 Twitter マイアカウントアクセス&アカウントフォロープリーズ、はい、では始めていきましょう。まずどれを先にやるかな。ホテルじゃない、デパートか。これ邪魔だな。まあ、撤去できるんだったら撤去しますけどね。まあ、まずはとりあえず延長しましょう。10メートルですね、延長は。
で、注文は延長ですか。やっぱりデパート撤去になっちゃいますね。なるほど、東側があってステーションで、駅で高架駅で12両の4000か。駅の名前後で決めましょう。駅舎ショー。なるほどね。難しいですね。6000するとこうなりますね。あ、6000でもいいんじゃないかな。6000だったら動かすとこがありますか。真ん中が快速の線だし、6面はいいんですけど、結構駅感があるな。かな。とりあえずこんな感じで作ってみました。で、結局やっぱり
メなのか、やっぱり。それって Y 字できないんだったっけ。まあできないわけじゃないけど、まあ結局ダメなんだよな。でいいか。これしてすれば速度制限標識で60キロにつけられるんで、
そういうことか。で、こんな感じですね。結構な長いもんな。で、速度制限標識ちゃんと、60キロつけないとダメですね。ここは75キロぐらいがいいのかな。70キロで、ま、ここは全列車適用で、でホーム。停車かな？で、まあ当然のごとくバスターミナルを作っておくってことはやりますよね。そのぐらいはやるだろうということで、こんな感じですね。3分ぐらいで、乗降なしで、折り返しっていう感じですね。で、そして4番線かな。まあ4分ぐらいで発車ってしましょう。で、一応河川調整室かな。なんで、しかしこんな先なんだ。ああ、ここはクリアするか無理なんだ。
な感じですね。なるほど、ここに。特殊施設って何？あ、こういうことか。可動橋。そうなんですよ。鉄道も伏線の敷設をできる橋ってのがあるんですね、実は。これは便利。こういうふうに上をクリアできるわけですね。便利かも。こんな感じで、でも難しいよね、現実は。これだとこの先がぶつかっちゃうしな。これって上に乗っけられるのかな。あ、いけるいける。
どうするかですね、ここ。こういうことだもんな。あ、これ20m か。やらかしたかも。めんどくさいとこを置かないとな。Ooh, baby.
で、これはまあいいとして、これで連携そうだな。なんか偉い大げさだよな。
メなのか、これ追いつかないのか。大げさですね。つかないといけないからな。で、同じことを西側でもやらないといけない。西側の難しさは、そうか。ん？なんかおかしい。おかしいな、なんか、うん。つまり、ここに2線でいいんだよ。
な感じやな。まあでもこっちは一応作っといていいかな。
ない。高さで言えばそうだよな。
だよな。
You win!
線路だけ作っといて、こんな感じか。20メートルか。これだったらどうなる？ダメなんだ。じゃあ、まあ、こういうことか。
これが邪魔をする。なんてシンプルな。
Thank you.
と二面二線だよな。
Shorty vs. ヒロ君。Everybody wants to hear my playboy philosophy. Cause I look like a star when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they Kitty N. すごいなこれ。
vs. Ham。そうか。コロンボ vs. ピンキー。Causing much mayhem, dropping drama. Radical rebel with the need to bomber. Fake MC, then I hang up higher.
こんな感じかな。とりあえず線だけは作りました。You win! Ham versus Strike!
versus Jordy。Kelly versus Capoeira。
versus Gasso. とりあえず線路はつなぎました。複雑ですが、環状線は一応敷けたはず。これってそうなんだ。
Gash O versus He.Robot Z.感じかな。
うん、まあ一応線路作ったって言えるんじゃないかな。結構でかいですね、環状線は。はい、ということで、なんかすごい複雑な、まあ、ジャンクションみたいになってしまったところではありますが、次回以降この、線に環状線とかあと延長線、まあ、どっちを優先するかわからないですが、作っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ツイッチで配信行っていきました。よろしければツイッチ、アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。このライブ配信は YouTube で、アーカイブアップします。あさって7日21時ぐらいに、プレミア公開でアップします。スイッチのチャット欄にリンク記載してますので、ぜひそちらにアクセス、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブアップ、YouTube チャンネル、YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン。Twitch もや、Twitter もやっております。YouTube の、Twitch のチャット欄にアドレス記載してますので、アクセスしていただきまして、まだの方フォローお願いいたします。Twitter マイアカウントアクセス&アカウントフォロープリーズ。A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。